朝練は朝の7時半から行っております。で、午後の練習は1時半と5時で分かれております。新チームになって、岐阜リーグを制覇し神宮大会に出場するために、練習しています。教師になるのが夢で大学進学を目指していたんですが、やっぱり大好きな野球も続けたいということで、どちらもが両立できる大学を探した際に進学を決めました。最初は教育学部というふうなことで少し劣等感があったんですけど、練習時間も一緒に合わせてやらせていただいたり、学年関係なく全員で勝とうっていう雰囲気が感じられるチームだなと思って、すごく入ってよかったなと思います。秋の大会を終えて課題が明確に見えてますので、投手陣中心に守りでリズムを作るチームですので、だいぶこうレベルが上がってきたかなという部分があるんですけども、まだまだミスも多いですし、そういったところをこの冬でですね、しっかり取り組んで春のリーグ戦に向けて今やっているところですね。まずは教員目指したりという中で、学生コーチに回る学生もおります。で、中には怪我をしたというような形で選手を断念してサポートに回りたいという学生もいます。野球ができているのはやっぱサポートしてくれる方がいるからこそできるっていう、やっぱ裏方になってからまず野球の見方が変わったっていうのと、責任感がすごいついたと思いましたね。先輩後輩、関係なくやっぱプレーのことに関しては言い続けるので、その辺ではいいなと思いました。野球の技術どうこうではなく、すごい元気のある、野球の大好きな選手たちに、たくさん入ってほしいと思ってます。